はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。これはね、緊急動画です。僕がちょっと YouTube の編集をしてたら、広告宣伝をしてるんだと思うんですけど、その下に結構これね、 Facebook とかが多分出てくると思います。お花に資格講座2ヶ月で取れますみたいなのがあるんですよ。まあこれよくあることなんですけど、ちょっとね、何気にクリックしてみたら、まあね、相当やばいです、今回のは。まあ、なんとか協会っていうのをね、やってるところなんですけれども、まあ、とにかく、これね、全く多分この資格を取っても何の役にも立ちません。アレンジが上手くなるわけでもないし、あなたが上手くなるわけでもないし、就職絶対できない。これはね、僕は断言します。これを資格を持ってお花屋さん、例えばお花に携わる仕事の現場に行って、私こういう資格持ってますって言ったとしても、全く効力はしません。全く意味がないからです。なので、これはもう本当に、お金を捨てることになってしまうので、やめましょう。まあね、ちょっと中身を少しだけ紹介すると、フラワーアレンジメントに対して十分な知識を持ち、イベントや式典、日常のインテリアまたは服飾など多様なシーンに応用したアレンジを取得したとされる人へ認定される資格です。各種職業業界、インテリア業界などを目指す方に人気の資格です。まあ就職できるとはね、書いてないんですよ。人間を作るからね。で、これがね、またね、在宅受験なんですよね。ただ、受験資格は特になし。誰でも受けられて、1万円払って、インターネットから申し込んで、在宅受験で合否が決まる。それでね、まあ、去年のデータ見ると、それが4000人以上がね、これを受けちゃってるんですよね。まずいと思いますよ。僕なんかみたいにこうしっかりとしたね、資格を作ろうとして、しっかりとしたスクールを作って、皆さんね、本当にこう技術をね、いかにしてこうやって上げるか。で、特にね、僕ね、実はその動画を作ってたんですよ。一応今度スクールの生徒募集をしますよっていう動画を、まあ、この次にアップしますけど、作ってたんですけど、その動画作ってる最中に特にこれを見つけちゃったんで、もうカーッとね、燃え上がっちゃったんですけど、本当に真剣に、ね、取り組んでるものとして見ると、これはね、ちょっとね、ふざけすぎると思います。まあ2つぐらいあって、多分これね、同類校ですね。で、特にそこのすぐ下に出てくる資格は、ここのなんとか協会、なんとか協会って2つの協会、ちょっと名前は出しませんけど、からの認定がされてて、そこの資格が両方取れるなんていう風になってるんですね。その資格両方ともかなりうさんくさいです。まあ、ただね、満足度通信講座第1位に選ばれましたなんて書いてありますけど、まあ基本的に通信講座でだけでは最終的に花は上手くなりません。なので、まあうちもウェブレッスンっていうのやってますけど、まあこれはね、ウェブレッスンに関しては、まあウェブレッスン専用です。すぐ実際にお花が上手くなりたい方は本会になって来てくださいねって歌ってますから、本当にこう花、まあ、うちなんかでも本当に最短でね、僕のプログラムは最短でお花がうまくなるっていうプログラムになってて、まあ、それでもね、こんな2ヶ月やそこらでね、もう本当に資格ができて何が全てできるなんて絶対ならないから、もう大体ね、2ヶ月なんで絶対にものになるわけないんです。これはね、もうずっと僕がこうお花業界でもう何十年ってやってきて、で、まあいろんなね、道を経てやっとここまでこの立場まで来てますけど、そこまで来たものが言える正確な情報です。なので、これは絶対に受けない方がいいです。本当に、なんだろうな、 しっかりとしたスクールを、選びたい時は、まあ、そのスクールの運営の中にですね、しっかりとした本当にお花のトッププロと言われる人たちが1人か2人でも何人でもいいから入ってるかどうかをちゃんと確認してから選んでください。そういうところでないと絶対にダメです。そういう人を雇ってるだけのところもダメです。なので、ぜひその辺は目安にして絶対に引っかからないようにしてください。ではよろしくお願いします。ちょっと付け加えておきますけど、サイトはね、よくできてます。こういうのに限って本当にサイトはよくできてます。なので、もうとにかくお金になりそうな講座はダーッと羅列されてますので、でもう本当にこれでね、お金を皆さんから吸い上げるだけだと思いますね。なので、この資格
うん、ちゃんとその資格には専門職がついて、今までにあった実績があって理論があって、例えばねそういうものがあるところじゃない限りはもう絶対に通用しないんで、何の身にもならないんで気をつけてください。ではよろしくお願いします。絶対引っかかんなよ。